ワイルドワンダーは日本の競争馬主な勝ちアはアンタレスステークス、プロキオンステークス、ネギシステークス。ダートコースの1400から1800メートル線を中心に出走、後方や中段待機からの差し追い込みを主な戦法に急勝すべてをダート1000にて記録。2007年にはアンタレスステークスを制覇し、 開業5年目の久保田隆史長教師ともども初の重賞タイトルを獲得。この他同年のプロキオンステークス、翌2008年には、ネギシステークスと、中央競馬で3つの重賞競争に優勝した。また戦術の重賞三勝のほかマイルチャンピオンシップ南部杯2着、フェブラリーステークス3着、さらに距離不安を囁かれたジャパンカップダートでも5着と、 地方競馬、中央競馬を問わず、GI 級レースにおいても、競争を続け、2008年のジャパンカップダートにて、ダート1000発の2桁着順を喫するまでダートでは、着外2回、5度の GI 競争すべて入着と、安定した成績を残した。そのジャパンカップダート後に、脚部不安のため長期休養、復帰初戦となる、武蔵野ステークスこそ3着と結果を出すも、 以降は、見せ場なく、終始後方に置かれたままのレース内容を続け、2010年5月のオアシスステークス12着を最後に現役を引退。引退後は、北海道新日高町のアロースタットにいて種ボバとなる。初年度の種付け数は4頭。これ以降でも4頭が最高で、産区数は非常に少ない。 しかしその少ない産区の中から2016年の佐賀岡賞を勝った推進、同じく佐賀競馬場の2017年のセフリアマ賞を勝ったアニメートの2頭の地方重症勝ち馬を出している。なおこの2頭は母スイートパッセの前姉妹である。2020年をもって種ボバを引退。 2021年からは、生まれ故郷の静ない藤川牧場へ移動し、引退名馬つなぎ用展示事業の対象場となっている。判定に2008年アイルランドトロフィーを制した、オペラブラーボ、ゼミモートストロベリーパフェの子に2018年から2019年にかけて、ゴールドシーフジのウェーブ記念、ブリリアントカップ、川崎マイラーズと、地方住所を4連勝した。 キャプテンキングがおり、母の藩妹スターリーナイトの子に2004年のテレビ、埼玉ハイカチのベルモントソレイユがいる。ありがとうございます。